ス乗り場が向こうですかね。うん、すいませんあ、すいませんね、よかったです。じゃあ、後ろの方行ってみますか。はい、もう、はい、はい、はい、どうぞ、お待たせしました。手前さん、違うの雰囲気です。はい、じゃあ、すいません。はい、降りました。白川郷ですね。はい、着きました。開通のおばさん、ありがとうございます。一応なんとなくあの帰りの見ときましょうね。場所を見ときましょう。そうですね、時刻とかも来てました。ちょっと涼しい。ああ、やっぱでも紅葉がもういい感じで始まってますね。素晴らしい。はい、もう多分写真を撮りまくる日になるでしょう。撮りましょう、どんどん。とりあえず今1時13時10分ぐらいで、で3時間ぐらいは散策ができるんで、はい、ここから4時15分の高岡行きのバスで戻りたいと思います。高岡もう二度と行かないと思ったら、まさかすぐ戻るになるとは。そうですね、本来富山に行く予定だったんですけど、なんかバスがもう今ないみたいなので、直行便が。また高岡に戻りたいと思います。まだ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 影響はあるんですね、コロナの。そうですね。だから、あ、でもじゃちょっとこの街並み、あ、いいですね、街並み。合掌造りが来ましたね、白川郷、初めて来ました。死ぬまでに一番見たかった。今こういう状況なんで、意外と平日ですけど、うん、やっぱ閑散としてる方らしいので、うん、ゆっくりとね、見てもらいますね。今ね、アニメリメイクで日暮らしの泣く頃にはやってると思うんですけど、はい、それの一応なんつうの場所が、あ、ここら辺なんですか、をモチーフにそうなんですね、やったっていうね。へえ、これもそうですね。わあ、すごいな、ここの家とかも結構急。そうですね、やっぱ雪の重みに耐えられないからこうなっちゃうんですよね。すごいな、わあ、こことか。バス尽くしになってます、ね。そうですね。まさかここでも乗れるとは思わなかったですね。今日だけでもすでに以外にも外国人の方6人様乗られてます。おお。なるほど。以外にも。下り時間はちょっといろいろ巡っていきましょうか。ええ、展望台があるどっかに。あ、はーい、回す。あ、はーい。
しまーす。はい、あ、しまーす。来ていただいた方には今みんなめんどくさいけどこういった感じで右側通行で回っていただいてます。はい、下で1枚撮ってる写真も小さい写真にしてプレゼントするんで、はい、写真もぜひ。チェックもらって帰ってください。どうぞ。あ、はいはい、はい、あ、そういうあれなんですね。どう OK ですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。出ます。無料で差し上げてますんで、もらえるものをもらせてください。はい、であと OK のも出るんですけど、もちろん希望販売だからちょっと外しちゃいます。すごいですよ、ここ。わー、なるほど、それはすごいわ。うん、初めてでした、白川。すごいですね。これは上から見下ろすべきですね。うんうん、来なければいけないところで。ギブです。すごいな。はい、白川郷です。あ、こっちもいいですね、斜面が見れて、この展望台が。そうですね、ちょっと山の斜面が見えるんで、うん、若干角度が違うという意味では、はい、紅葉がね、うん、綺麗でいいですね。うん、お、まだ守る。今年守るんですね。まだカードにはなってないんですけど、まあ唯一難点を言わせてもらうと、はい、世界遺産エリアで自然があるからどこ行っても。禁煙禁煙禁煙監視カメラありとかって書いてあるここやっぱ吸えないんですよ、ここ。うん、吸えないっぽいね。なるほど。まあ、あと木造のあれだと危ないですもんね。うん、ここは吸うんならもうこういうとこ上がって隠れてるしかないってもう山の中ですもんね。まあ、久々にまあ見たかったものが1個クリアできたって感じですよ。そうですね。うん、白川郷の合掌造りは本当に10年20年前から行かなければいけないと、うんうん、なかなかね行く機会なかったですからね。うん、いやあの公共交通機関が本当に高山か北陸から来るしかないんで、はい、うん、本当急ですね、この角度が。ね、すごいですね。このススキも。ああ、いいですね。秋っぽくて。あ、すごい。本当に。なんかやっぱ生活感があるからすごいですよね。うん。なんか遠くへ行きたいみたいですね。なんか。旅番組のかな、なんか人が出入りしてますね。畑か。
前見たやつだ。あ、じゃあここですね、ちょっと乗ってきますか。すごい急ですね。行きましょうか。結構急ですね。すごい急ですね。あ、中2階。じゃあ、なるほど。わ、すごい、なんだここ。最上階が一番盛り上がる。いいですね。本当だ。すごい。急だ。こうなってんですね、なんか。広い。あ、ここが、ここからってことですね、こうなってんだ。これ登れないか。こうすることによって屋根が柔軟に動きやすくなっています。屋根が揺らいで力を分散して壊れるのを防いでいるわけですね。柔らかい構造、重構造になっているというのが。ここら辺 もう全部合掌造りにしてくれるかな。全部ではないんですね。いいですね。お、いいですね。あ、これは来てよかったです。釣ってる感じはしますね。うん、うわ、すごいすごい。あ、ここ来てよかったかも。ここいいですね。うん、そんなに遠くないです。うん、いいかも。ね、いいですね。これは五平餅ですね。五平餅、そして白川茶で、大橋さんがみたらし団子一本、この後届きます。どうも、いただきます。いただきます。五平餅とみたらし団子。はい、いや、3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったですね。よかったですね。なんか絶景あり、UFO あり。UFO 3日間。はい、2泊3日で行って帰るのは明日の朝ですけど。そうですね、夜行バスで、うん、富山か、まあ、高岡になるかな、うん、夜行バスで、で新宿に明日の朝着く感じになりますので、うん、はい、こんな感じでちょっと GoTo トラベルでね、お得に旅行していきました。 いかがだったでしょうか。2泊3日北陸、まあ、岐阜県最終日ね、白川郷、まあ、来てますけども、いやいや北陸の方ですね。 どうでした。よかったでしょう。なんつってもね、まだ観光客少ないですからね。穴場です。穴場っていうか、おすすめです、ね、おすすめです。平日だし、はい、外国人いないし。落ち着いて見られますね。落ち着いて、うん、展望台もあんなもんじゃない、あんな少なさじゃないよね、おそらく、うん、ま、周りの人が今日空いてるなって言ってましたもんね。だから全然余裕で、本当にもうゆっくり回りますんで、皆さんね、旅行してちょっと日本経済ね、回したりとかも、はい、GoTo トラベルで。そうですね、うん、強制的ですよ。GoTo です。GoTo 行けって行け。
じゃあ、わじたびチャンネル、一旦閉めますかね。そうですね。もしかしたら、そこの後、もう残り少ないんでしたっけ。じゃあ、皆さん食べに行って、ついでに、わじたびチャンネルも登録していただいて。そうですね。ね、見ていただけたら幸いですので。今後もいろいろ行きましょうね。そうですね。うん。スカイツリーとかもね、まだ予定してますので。行きましょう、行きましょう。安く行きましょう。はい。皆さん、お疲れ様でした。はい、というわけで、わじたびチャンネルでした。ご平持ち。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。また旅行行くぞ。行くぞー。